シクストーンズ森本慎太郎とナンバーア平野紫耀親友以上恋人な濃密な絆。モアイっぽいインスタ電話乱入騒動シクストーンズクイーズ10。シクストーンズ、シクストーンズの森本慎太郎さんとナンバーアイナンバーアイの平野紫耀さんが、その中の良さと濃密な絆でファンを魅了しています。 最近のラジオ番組やイベントでの出来事から、二人の親友以上の関係が垣間見えてきました。この記事では、彼らの信仰に焦点を当て、興味深いエピソードをクイズ形式で紹介します。問い、1、なぜゴリラ 2022年8月26日に放送されたラジオ番組シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送で森本慎太郎さんが平野志陽さんのインスタライブ中に平野さんのスマートフォンに電話をかけたエピソードが話題になりましたこの時平野さんは電話に出て相手の名前を明かさなかったが森本さんのことを〇〇〇っぽい方というか 顔がちょっとモアイっぽいというか、と表現しました。正解はゴリラです。このエピソードから二人の関係が親友以上のものであることが伺えます。問い、似合いらしいいたずらと親友の絆2022年10月14日にスタートしたウエストの茂岡大輝さん主演のドラマ。 単身花火に田中い輝さんも出演し、仕事と恋で茂岡さんとライバル関係という役柄で共演しました。取材会で田中さんは、実際の中の良さとドラマの役柄との違いについて話しました。田中さんは、スタンバイ中、重岡くんに膝るまるされた、と明かしました。正解は、膝カっくんです。 彼らの親友同士の関係は、仕事の舞台裏でも明るい雰囲気で満ちているようです。とい、3遊び心あふれるディズニーランドでの出来事2022年10月14日に放送された同じラジオ番組でジェシーさんは下も振り明星の聖夜さんと東京ディズニーランドに行ったエピソードを報告しました。 ゲシーさんは、スプラッシュマウンテンやジャングルクルーズなどのアトラクションを楽しんだ様子を語り、田中いつさんに、一夜トラクションを割るたびに、〇〇〇飲むやついないって、と突っ込まれました。正解は、ビール、です。ゲシーさんは、その内でビールを楽しむ様子を明るく報告し、その遊び心あふれるついたちを楽しんだようです。 仲が良すぎる森本慎太郎と平野氏、ようこれらのクイズからわかる通り森本慎太郎さんと平野氏洋さんは親友以上の関係を築いています。特に森本さんが平野さんのことをゴリラっぽいと表現するエピソードは彼らの信仰を象徴するものと言えるでしょう。 このような関係性がシクストーンズへの活動やファンにとって魅力的で愛らしい要素となっています。シクストーンズへの森本慎太郎さんとナンバーアイの平野紫耀さんの親友以上の関係はファンにとっても魅力的な要素です。彼らの明るく楽しいエピソードは親友同士の絆を感じさせファンを楽しませています。 彼らが今後も一緒に活動し、親友のような絆を維持していくことを期待しています。シクストーンズへのファンにとって、彼らの親友以上の関係は愛らしく、心温まるものとなっています。